握手。当時、と言っても、もう8年も前の話。俺といえば、昼は仕事、夜は夜間の大学と、我ながらなかなかに苦学生してた。そんなもんだから、学校終わったらもう深夜。いつもは翌日の仕事に備えてさっと帰って、そのまま床に着くのだが、その日は土曜日。翌日は休日なものだから、えっちらおっちらマイペースで自転車こいでたのよね。帰り道、道といっても蝶がつくほどの田舎だから、田んぼのあぜ道の延長みたいな道なんだけどね。結構、というか、かなり不気味なんだよね。想像してもらったらわかるかもしれないけど、草木も眠る牛蜜時に、一人、だだっ広い田舎道。しかも周りには、マネキンの首などを使ったリアルなかかしが、こちらを凝視してる。まあ、その頃には、とっくに慣れきっていたんだけどね。帰路の途中、いつもなら見向きもしない自販機に目が止まったのは、珍しく金銭的にも余裕があったからなのかな。別段喉も渇いてないのに。田舎の人ならわかるだろうけどさ、メジャーなメーカーの自販機じゃなくてね。今で言うと、コーヒーの細長いロング缶あるでしょ。全部がそのサイズの自販機。かなりアナクロナイズなやつだね。当たったらもう一本、なんていうおみくじ付き。切れかかった電灯が発してたジジジという音がやけに耳に響いてた。田舎の深夜なんて車通りもないから信じられないくらい静かでさ。やけに小銭を投入する音が響いてた。お金を入れてボタンを押したら、おみくじのランプがピピピピピって鳴り始める。シーンとしたあたりに、そのチープな電子音がやけに不釣り合いで。当たっても2本も飲めないしな、なんて苦笑しながらジュースを取ろうとしたんだけどさ。自販機の切れかかった電灯の薄暗い明かりくらいしかないから、取り出し口なんてほとんど真っ暗で見えない。ジュースはどこだ?と、手探りで取り出し口内をまさぐってたらさ、握られたんだよね。手を。意味わかんないと思うけど、取り出し口の中で、手を掴まれたの。ちょうど握手をするような形で。一瞬頭が真っ白になった。間違いなく人の手の感触だった。しかもね、だんだん握る力が強くなってくるのよ。痛いくらいに。そこで我に返って、うわーって必死に手を振りほどいた。相当強く握られてたのに、あっさり手は抜けて、俺は反響欄で自転車に駆け乗って、全力でその場を離れた。混乱してたから、はっきりとした記憶はないんだけど、その手の感触と、背中越しに聞いたピピピピピという音だけは、鮮明に覚えてる。そういえば、おみくじなんてボタンを押して5秒くらいで止まるのに、なぜかずっとピピピピピピって言ってたな。今考えると。一人暮らしの家に帰るなんてゾッとしたからさ、そのまま友人の家に転がり込んだよ。で、その判断は大正解だった。一人だったら気が狂ってたかもしれない。なぜかっ
って言うとさ、治んないのよ、手が。握手の形のまま、そこだけ金縛りにあったかのように、硬直してるんだよ。友人もただごとではないと思ったらしく、二人で朝まで頭の中で念仏を唱えてたら、夜が更ける頃に、急に何かから解き放たれるように硬直が解けたよ。それからというもの、俺はどんなものにせよ、口になってるものに手を突っ込めなくなってしまった。自販機はもちろん、郵便受けやポストなんかでさえ。だってさ、握手、されるでしょ。また、多分。この話には、後日談があってね。今から2年前、握手から6年後だね。法事のために田舎に帰省した時ね。あの時から一度も通ったことなかったあの道。近道に使ってた裏道だったから、幸いにも卒業まで一度も通らずに済んだ。なんでだろうね。あれほど忘れようと思ってたトラウマのあの場所に、ちょっと行ってみようか。という気持ちになった。理由はわかんないけどさ、導かれるようになんて言ったら安っぽくなっちゃうけど、何かあったら嫌だなと内心ビクビクしながら車を走らせてたらね、あっけない結末だった。なかったんだよね、その自販機。そりゃそうだよね。あの時ですらかなり古かったのに、あれから8年も経ってるんだから。当然と言っちゃ当然なんだけど、何かさ、数年間にわたる呪縛から解き放たれたみたいで、心底をほっとした。これで完全に忘れられるな、と思ってね。せっかくの帰省なんだから、昔馴染みの連中と飲みに行ったよ。楽しかった。本当、ここで話が終わればよかったんだけどね。気分もよく、ほろ酔い加減になった俺は、みんなにこの話を聞いてもらおうと思った。8年前は、思い出すのも、言葉にするのも嫌だったから、話せなかったんだけど。多分ね、なんだそりゃって、みんなに笑ってほしかったんだろうと思う。それで俺も笑って、この忌まわしい記憶は、おしまい。そうなってほしかった。そうなるはずだった。つらつらと話してる途中でさ、友人の一人が、ちょっと待った、と、話の腰を折った。何？と俺が聞いて帰ってきた言葉は、俺の酔いを完全に冷めさせた。聞かなきゃよかった。話さなければよかった。なんで話してしまったんだろう。なんで？そいつが言うに、あの道にそんな自販機なんか見たことない。他の四人も同様に口を合わせる。おかしいぞ。おい、K。お前はあの時、朝まで念仏を唱えてくれたじゃないか。俺はそっとしそうになった。あの時止めてくれた友人の K まで、そんな自販機知らないという。あの夜のことも
覚えていなかった。どう言ったらいいかわからないんだけどね。俺、だんだんと、この時の記憶がなくなっていってることに気づいたんだよね。なんていうかさ、夢って目が覚めた瞬間は覚えてるけど、その記憶を持続させようとしても、嘘のように消えていっちゃうでしょう。夢の記憶。ちょうどそんな感じでさ、俺本当はあの時の自販機で何を買ったかとか、あの時の学校の授業は何だったとか、はっきり覚えてた。でも本当、嘘みたいに記憶から抜けていった。忘れたくても忘れられるようなことじゃないのに。今ではもう先に書いたことくらいしか記憶に残ってない。何かの意志というか、そういうものを感じるんだよね、これ。俺さ、変な予感があるんだけどさ。完全に俺の中からこの記憶がなくなった時、普通にまだ何かの口に手を入れて、またされるんじゃないかと思う。握手を。パンデミック。中学生の頃、祖父から聞いた話。話自体は祖父の父、つまり曽祖父から祖父が聞いた話。俺の地元の山に神主もいない古びた神社があるんだが、そこに祀られている神様は、いわゆるたたり神というやつで、昔からいろいろな言い伝えがあった。大半は、粗末に扱うと災害が起きるとかそんな話なのだが、そのうちの一つにこんな話があった。それは戦国時代、当時の漁師の宝刀息子が、たたりなど迷信だと言って神社の御神台を持ち出し、あろうことか酔った勢いで御神台に向かって小便をかけたらしい。それからしばらくは何事もなかったのだが、数年後から異変が起きた。古い話で詳しくは伝わっていないが、口伝として語り継がれているのは以下のようなもの。詳細は不明だが、あちこちで説明のつかない怪異が多発。村人が何人も理由不明で失踪。漁師の顔が倍近くに腫れ上がる原因不明の病気にかかり、回復はしたが失明。問題の報道息子以外の三人の息子たちは、戦で重傷を負ったり、病気にかかったり。問題の報道息子は乱心し、山に入ってそのまま帰らず。たたりを恐れた村人たちが、いろいろと神様を鎮める試みをしたが、すべてうまくいかず、村人は次々と村を去り、事実上の廃村に。こんなところなのだが、まあ古い話であり、文献として残っているわけでもなく、事件の結末もわからない中途半端な話な上に、口伝として語り継がれる程度のものだったのと、その後村に住んでいる人たちは、後になって移り住んだ人たちばかりなので、いわゆる噂程度のものだった。そして時代は変わって、祖父がまだ生まれる前、明治維新から数年後頃の話。神社は当時から神主などはおらず、村の寄り合いで、
地域の有力者などが中心となって、葬儀や神事などの管理をし、たまによそから神主さんを呼んで神事をしてもらっていた。また口伝として残されている話などから、触らぬ神にたたりなしということで、ご神体は絶対に誰も触れることなく、ずっとそのまま存在し続けていた。戦国時代の事件以降、ずっとそんな状態で、神社も村も何ら大きな出来事もなく続いてきたのだが、ある時、ある事件が起きてしまった。ある日、村の若い人たちが集まって話をしている時に、ふと前述のたたりの話が話題になった。その時数人の若者がこんなことを言い出したらしい。たたりなんてあるわけがない。日本は開国して文明国になったのだから、そういう古い迷信にとらわれるのはよくない。そんなこんなで、その後どういう経緯でそうなったのかはわからないが、迷信を取り去るために、そのご神体とやらの正体を見に行こう、ということになったらしい。まあ、気持ちとしては、一種の肝試し的な軽い気持ちのものだったのだろう、と祖父は言っていた。ただし、全員が全員その話に賛同したわけではなく、やはりたたりは恐ろしいということで、実際に見に行ったのは10人ほどの集団。やはり肝試し要素があったので、夜中に集まり神社へ向かった。神社での一連の話は、一緒について行った人から曽祖父が聞いた話。神社の境内に入り、拝殿の扉を開け中に入ると、こじんまりとした祭壇があり、そこの台の裏に、古ぼけた霧の箱が置いてあり、紐で厳重に封がされていて、どうやらご神体は、その中に入っているらしかった。みなそこまで来たところで、少しおじけづいてしまい、また何か妙な胸騒ぎがしたため、箱に触れることができなかったらしいが、最初に迷信だと言い出した奴が意を決して箱を手に取り、箱を固定していた紐などを解くと蓋を開けた。中には綺麗な石、どうも勾玉らしい、が三つ入っており、特にそれだけで何事もなく、急に緊張がほぐれたため逆に気が強くなり、ご神体を元に戻し、そのまま朝まで拝殿の中で酒盛りをしたらしい。翌朝、拝殿でご神体の箱を開け、さらに中で朝まで酒盛りをしていたことが村中にバレ、若者たちはこっぴどく叱られたらしいが、特にその後何もないため、村人たちもそのことをそれ以上追求しなかった。一応その時神社で酒盛りをした連中を連れて、村の地主が神社へ謝罪しに行ったらしいが。三年後、村で妙な事件が起き始めた。村の外れにイノシシや鹿や猿が木に串刺しにされて放置されていたり、夜中に人とも獣ともつかない不気味な声を聞いたという人が何人も現れたり、あちこちの家に大量の小石が投げ込まれたり、犬が何もない空を見上げて狂ったように吠え出したり、これは曽祖父も深夜に便所へ行った時に見かけたらしいが、黒い人影が何十人も深夜に列を作って歩いているのを見かけたりと、とにかく実害のある被害者はいないが、気持ちの悪い事件が多発し始めた。
こういった事件が多発したため、さすがに村でも3年前の事件が原因ではないかと噂になり始めたのと、治安の面から不安なので、村人は村の駐在さんと相談し、近隣の警察署に応援を頼み、警備を厳重にしてもらうことと、村で自警団を作り、夜中に巡回すること。それと同時に、3年前の事件を引き起こした者たちで、もう一度神社へ謝罪しに行くことなどが決まった。しかし、様々な策を講じても、一向に怪現象は止まらず、それどころか、とうとう被害者まで出るようになってしまった。山に入った村人が何かに襲われ、ボロボロの死体で発見された事件を皮切りに、子供が遊びに行ったまま帰らない。自警団の見回りをしていた4人が4人とも忽然と消えてしまう。夜中に突然起き出して、何かわめきながら外に飛び出し、そのまま失踪してしまう。女の人が何かに追われているかのように必死で逃げていき、自宅に戻ると、包丁で自分の首をかき切って自殺してしまうなど。そういった事件が立て続けに1ヶ月ほどで起きたため、もはや村人たちには手に負えないと、何か解決策はないか話し合っていたところ、村のおじいさんが、山向こうの丸々神社は、山の神様の神事の代行を何度か行っていて、それなりに縁があるようなので、そちらを訪ねてみたらどうか、との提案をした。他に何かいい案があるわけでもなかったため、ダメ元で明日丸々神社へ向かうことで話し合いは終わった。翌日、地主が3年前の事件の主犯格などを連れて丸々神社へ向かい、神主さんに取り次いでもらうことにした。神主さんは、とにかくお互い落ち着いて話そうということとなり、社務所で一連の事件等のことを詳しく話すことにした。しかし、ある程度話が進むと、神主さんは、それはおかしい、と言い出した。どうも、山の神社のご神体は、祭壇の上に置いてある平たい箱に入った銅鏡であって、霧の箱の勾玉は違うらしい。戦国時代の話にしても、漁師の息子が粗相をしたのはその銅鏡であると丸々神社に伝わっているらしかった。そもそも丸々神社は何代も前から山の神社の神事を代行してきた経緯があり、自分も若い頃に一度代行したことがあるが、霧の箱や勾玉のことは全く知らないらしい。実は地主も若者たちが開けたのはてっきり祭壇の上の箱のことだと思っていたらしく、その時はかなり驚いたのと、地主も霧の箱に入った勾玉のことを今初めて知ったようだった。また神主さんは、これは悪霊やたたり神によるたたりの類ではなく、もっと異質な何か別なものの仕業で、とにかく一度その勾玉を見てみないことにはわからないが、もしかすると山の神社の神様は、その何かを勾玉に封じる役割があったのではないか、とのことだった。神主さんは、まず丸々神社に残る文献を調べてみて、何か勾玉に関する情報がないか調べてみるとのことで、2日後に地主の家で落ち合うことになり、その日は帰ることとなった。2日後、地主と当事者の若者たちが地主の家で神主さんを待っていると、
村の駐在さんが訪れ、怪現象が近隣の村や村の近くの陸軍の駐屯地でも起き始めていること。一部では、それに関連したと思われる失踪者も出始めており、どうも被害がこの村を中心としてあちこちに拡散しているらしい。まだこの村で起きていることが噂となっている兆候はないが、いずれ噂になり責任を追及されるかもしれない。早く何とかした方がいいらしい。そうこうしているうちに丸々神社の神主さんがやってきたため、皆でまず山の神社の勾玉を確認しようということになった。参道を抜け神社にたどり着くと、神主さんが自分が調べたことをまず説明し始めた。神主さんが言うには、この辺りには大昔から何か良くないものがおり、その何かはよく人をさらっていったらしい。そこで人々は土着の国つかみにお願いし、この良くないものを退治してくれるよう頼んだのだが、その何かの力があまりにも強く、しかもさらった人々を取り込んでどんどん強くなるため、その神様でも力を封じ込めるのがやっとで、とても退治することはできなかったという。要するに、その何かそのものは封じられたわけではなく、ずっとこの村の周辺に潜んでいたが、力が封じられて何もできなかっただけであったと。そこへ来て若者たちが神様の封じていた勾玉の箱を開けてしまったため、再び力を取り戻して人をさらったり殺したりするようになったとのことだった。神主さんが言うには、戦国時代の話はおそらくここの神様によるたたりで間違いないが、今回の一連の事件はそれとは全く別であり、村の人たちが見た黒い影は、その何かに取り込まれた人たちの姿で、もはやこの人たちを解放するのは無理だろう、とのことだった。また今回の一件で、その何かは、またさらに力をつけたが、まだ神様の力を借りて、力を封じることそのものは可能であるはずで、手に負えなくなる前に力を封じてしまわないといけない。そして、おそらくその何かは、長い年月をかけて、勾玉と一心同体のような状態にあるようで、あまり勾玉から遠くに離れることができず、おそらくまだこの近くに潜んでいるはずだという。また封を開けてしまった若者たちは、全員この何かに見入られてしまっており、さらわれて取り込まれることとは別のことに利用される可能性があり、何かの力を封じた後でも全く安心できない。なので、神様が力を封じた後、これとは別にお祓いをし、それでもダメなら、〇〇神社は分社であるため、本体のある明神大社へ行ってお祓いをしないといけないことを伝えた。さらに、何かの力を封じるため神様を降ろしている間、何かが、若者たちを利用して儀式を妨害する可能性も十分にあるので、封を開けるときに立ち会った若者は全員ここへ集めた方が良いとのことだった。そして神主さんは、地主にまず普段神事を行うときの道具と紙に書いてあるものを早急にここへ持ってくるように指示し、若者たちはここにいないものも含め、全員ここへ集めるように伝えると、首謀者の若者たちには、決して何があろうと神社の外へ出ないよう伝え、自分自身は霧の箱を開け、中の勾玉の状態を確認し始めた。
マガダマを調べていた神主さんが言うには、文献にあった通り、マガダマは力を封じるためのものだったらしく、今は何の力も感じない。ただし、これもやはり文献にあった通り、何かはマガダマと一心同体なため、何かの異様な気配だけはマガダマからも感じるらしい。数時間後、地主と村の者が神事に使う道具と残りの若者たちを連れて戻ってきたため、そのまま国すかみの力を借りるための儀式が執り行われた。神主さんが若者たちを全員縄で囲った結界のようなものに入れると、祝詞を読み上げ儀式が始まった。最初は何事もなく進んでいたが、しばらくするとあたりが異様に獣臭くなり、外で何人もの人がうろつく気配がし始めた。神社へやってきた村人は全員拝殿の中にいるし、地主がこちらへ戻る前に残っている村人に、今日は何があろうと家から出ないようにと指示していたため、誰かがやってくることもありえない。つまり、何かが今、神社の外にやってきているということ。神主さんが言うには、今は神様が依代の道教に降りてきているから、絶対にあれは拝殿には入れない。だから、こちらから外に出なければ、絶対に安全らしく、あとどれくらいかかるかわからないが、しばらく我慢してこらえてほしいとのことだった。それから朝まで儀式は続いたが、その間、外からは、獣とも人とも区別のつかない笑い声、ざわつく大勢の人の声、何かが歩き回る音や、ガリガリと壁を引っかくような音。朝方になると、あちこちを無差別に叩いて回る音が聞こえてきていたらしい。朝になり、儀式が終わると、全員緊張から疲労困憊で、とにかく早く家に帰って眠りたかったので、神主さんからこの後のことを聞いた後、拝殿の扉を開けた。すると、あちこちの木が倒され、神社周辺はそこら中に何十人か何百人かの泥だらけの無数の足跡と、神社の壁には何か大きな生物が引っかいた引っかき傷があり、鳥やタヌキなどを食い散らかした残骸まであったらしい。ちなみに、後から神主さんに聞いた話によると、この村は一度廃村になったため、それまでの言い伝えや伝統がほとんどなくなってしまい、その時に何かの存在の言い伝えや神社の役割も伝える人がいなくなってしまったので、今まで神主さん自身も文献を調べるまで、儀式的な単なる義務としての神事しか知らなかったのだという。ただし、文献を調べてみても、何かの正体や、〇〇神社と山の神社の関係などは、ほとんどわからなかったらしいが。最後に、なぜこんなうろ覚えのような文才のない文章をあえてここに書いたかというと、2年ほど前にその地元の神社が盗難事件に遭い、中の祭具や御神体など一式がすべて盗まれたから。最近多いらしいね、この手の盗難事件。問題は、その泥棒が霧の箱も盗んだらしいこと。あと数ヶ月で三年目であること。あと、この何かは、マガタマ周辺の人々を周囲数十キロの範囲で
無差別に襲うという事実。祖父が言うには、今さらどうにもならないし、勾玉の場所がわからなければ、対策のしようがない、のだそうだ。天井裏から見たもの。私が小学4年生から5年生の頃ですから、もう20年以上前の出来事になります。夏休みに祖父母の家に遊びに行きました。古い大きな家でした。ある日昼寝から目覚めてみると、家中が静まり返っていました。歩き回っても誰もいません。どうやら一人っきりのようです。昼寝をしていた部屋に戻ると、天井にぶら下げられている大きなはしごが目につきました。これを下ろせば天井裏に登れるんじゃないか。そう考えた私は、椅子に登ってはしごを引っ掛けている金具を外しました。下ろしてみると、それははしごというより収納式の階段のようなものでした。手の届くところまで階段を登って天井板を押すと、それは案外簡単に開きました。初めて登る天井裏は薄暗くて、小さな窓から漏れる光に埃が渦巻いていました。そこかしこに古そうな箱や戸棚のようなものが置いてあります。ちょっとの間、それらの箱や棚を探っていましたが、すぐに飽きてしまい、天井裏を探検することにしました。箱や戸棚のある区画を外れると、針に渡してある板がなくなり、足元は直で天井板です。ところどころにある隙間から下の光が漏れていましたが、窓がないので、ほとんど真っ暗でした。天井板は薄くてすぐに割れそうだったので、梁の上を伝って移動することにしました。板の隙間から下を覗こうとしましたが、狭すぎてよく見えません。一旦戸棚のところまで戻り、箸を取ってくると、先端を板の隙間に突っ込みました。押し込んだ箸の径が太くなるにつれ、隙間が広がり、下の光景が見えるようになりました。そうやって部屋を上から見ると、家具の配置や大きさが普段の目線とは違って見えて、人のいるスペースがやたら小さく見えました。そういうのが面白くて、針を伝っていろんな部屋を覗き見て回りました。そうこうするうちに、自分の覗いている部屋の位置関係がわからなくなってきました。部屋の数が多いのに加えて、上から見下ろしていると方向感覚がつかみにくいのです。しかも周囲は真っ暗。ちょっと怖くなってきたので、そろそろ戻ろうかと考え、ぼんやりと明るくなっている方向に向かって歩き始めました。その時、横に小さな扉があるのに気がつきました。天井裏に扉？妙な感じがして、ついその扉を開けました。スルッと横開きしたその先は、他の場所と何ら変わりのない天井裏の光景でした。やはり下から明かりが漏れている箇所があります。なんとなくためらいながらも、箸でその隙間をこじ開けて、下を覗きました。隙間が狭くて一部しか見えませんでしたが、かなり広い部屋のようです。ただ見える範囲に家具は一つもなく、やけに殺風景な部屋でした。窓が小さいのか、全体的に暗い感じです。変だったのは、床の畳の上には何かを書き散らした紙が散乱していたことです。人の顔や文字などが書かれた紙。
それぐらいしか覚えていません。とにかく何十枚もありました。もう一つ奇妙だったのは、畳の上に白い文字が書かれていたことです。あまり規則性はなく、書き散らかしているように見えました。漢字だったと思うのですが、当時の私には意味がわかりませんでした。もっとよく見ようと思い、体の位置を入れ替えて、もう一度覗きました。が、何も見えません。角度の加減なのか、弾みで隙間が詰まってしまったのか、とにかく隙間を広げてみようと、無造作に箸を突っ込みました。一瞬、柔らかいものをついた感触が手に伝わったかと思うと、ドタンと大きな音がしました。思わず顔を上げて立ち上がりました。下の部屋からは、ドタンバタンという振動が伝わってきました。時折、シュッ、シュッと、畳を擦るような音も聞こえてきます。立ち尽くす私の足元の天井板が、下からどんどんと叩かれました。天井を叩く音は次々と位置を変え、何かを探しているようにも思えました。怖くなった私は、梁の上を走って元の階段のところまでたどり着き、慌てて下に降りると、天井板を閉めて階段を元通り天井に上げておきました。しばらく耳を澄ましていましたが、さっきの物音はもう聞こえてきませんでした。やがて祖父母と両親と妹が外出先から連れ立って戻ってきましたが、私は怒られるのを恐れて、留守中の出来事については黙っていました。それから二度ほど祖父母の家には遊びに行きました。内心ビクビクものだったのですが、祖父母の態度には特に変わった様子はありませんでした。やはりビビりながらも、あの殺風景な部屋を見つけようと探し回ったのですが、不思議なことに、どうやっても見つけることはできませんでした。数年前、祖父母が相次いで亡くなると、家は売りに出され、今では更地になっていると聞きます。ちょっと補足しておきます。まず、あの殺風景な部屋には何がいたのか。あの部屋に何者かがいたことは間違いないと思うのですが、じゃあそれは何者であったのか。絵や文字の書いた紙があったことや、畳の文字などから考えると、それは人であった可能性が高いと私は考えます。このことは20年前の私も直感的に確信していました。次に、私が箸で突いたものは何だったのか。下にいたものの体の一部を突いたと考えるのが自然かと思います。私自身は箸から伝わってきた感触から、そいつの目を突いたのだと思っていました。それほど力を込めていないのにもかかわらず、ズブリとめり込む、その感触は、手などの皮膚を突いたものとは、明らかに異なっていました。後に自分の手をついて実験してみました。目はついていませんが。それに手などを疲れたにしては、舌の反応が想像しすぎたように思うのです。以上のことから、当時の私は、天井板一枚を隔てた下にいる人物が、箸で目を疲れてのた打ち回っている。そんな光景を想像し、半ば確信していました。しかし、しばらく経ってからよく考えてみると、ちょっとおかしいのではないか、と思い直し始めました。祖父母の家は古い日本家屋で、天井はあまり高くなかったのですが、小学校高学年の私が椅子に乗って手を伸ばしても、天井まではだいぶ距離がありました。少なくとも2メートル50センチくらいはあったのではないでしょうか。
そしてあの部屋には、目の届く範囲に家具がなかったことはすでに書きました。すると、あの部屋にいたものは、どうやって天井を覗いていたのか。私が体の向きを変えるために隙間から目を離したのは、ほんの数秒のことです。その短い間に、どこかから台を持ってきて、隙間の真下に据え、それに登って天井裏を覗いていたというのは、ちょっと考えにくいと思うのです。もう一つ、天井裏で立ち尽くして、下の騒々しい物音を聞いていたとき、叫び声、うめき声、悲鳴、泣き声、罵詈雑言といったような、人の声に類する音を、私は一切聞いた記憶がないのです。仮にその部屋にいたのが、口の聞けない人物であったとしても、うめき声一つ上げないというのは、不自然であるような気がします。それに、あの日以降も、何事もなかったかのように変わらなかった祖父母の態度。考えるほどに違和感は増すばかりです。まあ、すべては、私の夢、あるいは妄想であるとすれば、何の矛盾もないのですが。三枚刃。ただひこ、忘れ物ない？制服は持った？持ったよ。ちせいちゃんは？私も持った。ねえ、ママ、お兄ちゃんと私、どうしても行かなくちゃダメ？ママとパパだけでいいんじゃない？俺も、そう思う。二人とも何言ってんの？小さい頃に田舎のおばあちゃんにはたくさん可愛がってもらったでしょ？行かなくなってからだって毎年お年玉だのなんだのって送ってもらったのに、お別れに行かないなんてそんな悲しいこと言わないで。忠彦と知世は顔を見合わせ、しゅんとうつむいた。 W 県の田舎町に住む母方の祖母が急死し、忠彦たち一家は葬儀のため久しぶりに赴くこととなった。長い間帰省しておらず、臨終にも立ち会えなかった母。智代の気持ちを考えれば、自分たちの言葉はちょっと、いや、かなり、思いやりのないものだと忠彦は反省し、その後重々しい空気のまま、父親の運転する車は、友代の実家がある桃川町へと向かった。町中の喧騒が消えてくると、遠くに山々の稜線が見え始め、田んぼの景色が広がり始めた。青々と成長した、風に揺れる稲波を車窓からぼんやり眺めていた忠彦の脳裏に、当時のことが思い出されてくる。小学生の夏休み、毎年母に連れられて、知世と共に山麓にある、町と呼ぶには田舎すぎる町へと遊びに行っていた。あの事件が起きるまでは。なあ、あの頃のこと覚えてる？覚えてない。忠彦は、後部座席に座る知世に小声で聞いたが、スマホをいじるばかりで返事はそっけない。俺はたまに、鉄平のことを思い出す。あの田舎町で初めて友達になったのは、久保鉄平という同年代の男子だった。母親同士が幼馴染だったので、仲良くなるのが早かった。鉄平？覚えてないな。あ！知世が顔を上げ言った。あいつを思い出してしまった。あのクソガキ。名前なんだったっけ？花垂れ小僧を連れてた。
コウジ？そう、そいつ。お前あいつにいじめられてたからな。だから印象に残ってんのかも。でもあいつお前のこと好きだったんだぞ。うわぁ、やめてよ。なんかいろいろ嫌なこと思い出してきたじゃん。ああ、ほんとやだ。知世はイヤホンを装着し、そっぽを向いてしまった。忠彦も再び車窓の景色に目を戻す。鉄平を思い出すと、必然的に思い出されるのが、彼が教えてくれた三枚刃のことだ。三枚刃とは、墓地や火葬場を指す言葉だった。だが鉄平の教えてくれた小高い山の中腹にある三枚刃は、当時すでに遺物と化していた。国道沿いに移転した現火葬場や共同墓地は、斎場を併設された立派な施設になっていて、今晩の通夜や明日の葬儀はそこで行われるのだろう。忠彦は、鉄平に教えてもらった禁忌を思い出していた。三枚刃へむやみに行ってはならない。たたられる。もし行っても、かくれんぼして遊んではならない。あの世へ隠される。もし行って、かくれんぼ以外で遊んでも、帰るときは家に着くまで後ろを振り返ってはならない。あの世へ引っ張っていかれる。なのに忠彦たちは禁忌を無視し、あそこでかくれんぼして遊んでしまった。そして鉄平はあのかくれんぼで永遠に見つからなくなってしまったのだ。よし、みんな集まったな。四年生で一番年上の藤田浩二がリーダー気取りで滑り台の上から忠彦、鉄平、安坊を見下ろす。公園を囲む桜の木々からはセミの声がしきりに降っていた。はい、隊長。鼻を垂らした安坊だけ敬礼した。浩二の弟だから何でも言うことを聞かなければいけないらしい。よし。って、ちょっと待て。おい、忠彦。知世が来てへんやないか。うん。僕らと遊びたくないんだって。知世ちゃん。お兄ちゃんのこと嫌い言うてたし。忠彦の返事にかぶせ気味に安坊が笑う。なんやと？急いで降りてきた浩二が安坊の頭をはたいた。痛いよ。お前今何言うた？知世ちゃん、お兄ちゃんのこと嫌いやって痛いよ。再びはたかれた安坊が頭を押さえ。そうやかて、お兄ちゃん。この前お母ちゃんに怒られてめちゃめちゃ泣いてたやん。知世ちゃんそれ見て弱虫嫌いや言うてたもん。あ、ほんまか？浩二がそう問いながら忠彦を振り返ったが、答えに困って曖昧に首をひねるしかなかった。確かに知世はそう言ってはいたが、それを今はっきり浩二に伝えることなどできない。よーし、俺が弱虫やないこと分からしたるな。忠彦、よう見とけ。で、知世に弱虫やない言うてくれ。何すんの？安坊が鼻水をする。三枚刃に行くんや。あそこでかくれんぼしよう。ドヤ顔で
コウジが似たりと笑った。あそこに行ったらあかんよ。かくれんぼら、余計あかんよ。それまで、いつになく静かだった鉄平が口を開いた。あ？お前また言いこぶるんか。高橋先生に気に入られてる思て。そんな褒められたいか。俺お前のそんなとこ腹立つんや。勝手に行き通りわめいている工事を無視して、忠彦は三枚刃とは何か、鉄平に聞いた。そして、そこが昔の火葬場と墓地の呼び名だということ。未だ捨て置かれたままのレンガ造りの建物と、古い墓地の立ち並ぶその場所の禁忌も教えてもらった。そんなん、子供らがいかんように言うてるだけやろ。反論する工事だったが。そうかもしれんけど、危ないから、行ったらあかん、遊んだらあかんってこと違うん？鉄平の指摘に下唇を噛む。だが夏休みの自由研究が頭に浮かんだ忠彦は、面白そうだね、行ってみたいな、と思わずつぶやいていた。三枚刃という奇妙な名称がとても魅力的で、課題として成功するような気がしたのだ。見てみるだけでも損はない。へっへーな、忠彦も行きたい言うてるやん。こいつは俺の味方や。え、そういうわけじゃないけど。なんやと？ま、どうでもええわ。な、行こうや。俺がビビリやない証明したんや。コウジの言葉に、鉄平が、とうなりながら、忠彦の顔を伺った。いいじゃん。忠彦が笑って促すと、鉄平が決心したようにうなずいたが。そやけど、帰るときは家の玄関入るまで、後ろ振り返ったらあかんで。みんな、これだけは守れよ。わかっとるわ。ほな、出発や。安坊を従えて、コウジが先頭を行く。近くの枝に止まっていたセミが一匹、じじっと鳴き声を上げて飛び上がった。三枚刃へと続く参道の入り口は、孟宗竹の藪に囲まれて、うっそうとしていた。工事たちの後について足を踏み入れると、竹やぶから一斉に蚊が飛び立ち、顔のあたりを飛び回った。まとわりつく蚊の群れを手で払いよけながら、竹高い雑草に挟まれた細い地道の坂を進んだ。道に草が茂っていないのは、頻繁でなくても人が往来しているということだろう。その証拠に、三枚刃の入り口であろう付近に鎮座する大人の背丈ほどの巨大な六字像の前掛けにはまだ赤い色が残り、鼻筒の枯れた胸下にも白や黄色の色が見えている。巨大な地蔵など目にしたことのない忠彦はただただ圧倒された。六字像の周囲以外はすべて雑草に埋もれていた。三枚刃に門はなかったが、錆びたドラム缶が門のように配置され、その間を重そうな鎖で渡して封鎖していた。たるんだ鎖の中心にぶら下がった札が風に揺れている。立ち入り禁止の赤文字がかろうじて読めた。工事が、楽々と札の上をまたぎ越え、続いて安坊が難渋しながら同じようにまたいだ。忠彦、鉄平の順に鎖をまたいで、二人の後に続く。
雑草の生い茂るのっぱらとかした敷地の奥に、レンガ造りの小屋が見えた。あれが火葬場なのだろう。正面に見える観音開きの入り口は、缶抜きで閉ざされ、見える範囲の壁の窓も、木製の雨戸が締め切られていた。レンガ製の角煙突が、屋根から青空に向かってそびえ立つ様に、忠彦の首筋がぞわりと泡立った。だがそれよりも好奇心が勝り、ウキウキしている自分がいるのも確かだ。先頭を行く工事がしばらく立ち止まって火葬場に目を向けていたが、そちらに足を向けることはしなかった。なんだかんだ言って怖いんだなと、忠彦はおかしくなり、鉄平を見ると同じくにやりと口角を上げた。反対側の奥には雑草から頭だけ出した墓石群があった。廃れ具合に薄気味悪さを感じていると、鉄平が言った。古い墓石が置かれたままなんや。砂岩でできてる墓が多て、砕けかけて危ないよって、旗へ行ったらあかんで。なんか、怖そうだね。お正根抜いて中は引っ越ししてるかい。ただの石や。子はあるか。工事が平気な顔を装って話に割り込んでくる。一番怖がっているのは自分なくせに。そう言いたいが、忠彦は黙っていた。俺先に鬼やるから、みんな隠れろや。ほな100数えるで。右の前腕で目隠しして、1、2、といきなり数え始める工事から、安坊がいち早く逃げ出し、少し離れたところの荒れた植え込みの間に身を潜ませた。竹高い雑草と、繁茂した植え込みの枝で、安坊はすっぽり隠れてしまった。9、10、11、12、数え続けている工事を尻目に、忠彦は鉄平に指で合図を送り、火葬場の方へと雑草を踏み分けて進んだ。塗装の剥げた木製の扉は、缶抜きがかかっているも、鍵のようなものは見当たらない。この中、見れるかな？え？見ん方がええ思うけど、鉄平の困惑の声を無視して、忠彦は缶抜きに手をかけた。引いてみると、驚くほど簡単にスライドする。ちょっとだけ見てみたいんだ。自由研究の課題にしたくて。こんなん自由研究になる？苦笑を浮かべる鉄平を置いて、忠彦は完全に缶抜きを外すと、それを横に立てかけ、両手で扉を押した。ひんやりとした空気が体を撫でながら流れ、熱い外気と混ざっていく。内部は凍るような暗闇が広がっていて、一瞬何も見えなかったが、瞳が順応してくると、中の様子がぼんやりと浮かび上がってきた。背後からの外光を受けて、埃がキラキラ舞う中、目の前には一機の火葬炉が鎮座していた。外壁と同じレンガ造りで、アーチ型の両開きの扉は、重々しく閉ざされている。見たことのない光景は、忠彦を圧倒した。背筋におじげが走るも、やはり好奇心の方が勝る。炉の扉も開けて中を伺いたかったが、ところどころレンガが砕けかけているので、危険だと判断してやめた。
ぼんやりと炉を見上げている鉄平を置いたまま、忠彦は周囲を回ってみたが、何も残っておらず、興味をそするものは炉以外他になかった。ここで死体を焼いてたと思うと、なんだか怖いね。そう言うと、鉄平は一応うなずいていたものの、心ここにあらずだ。どうしたの？今日はなんか変だよ。ちょっと元気ないっていうか。うん。鉄平が口を開きかけたとき。ああ、こんなとこにいてた。お兄ちゃん、ここやで。入り口から覗き込んでいた安坊が後方を振り返るも、浩二の姿は一向に見えず、さっさと出てこい、と怒鳴り声だけが聞こえてくる。戻ろうか。忠彦はくすくす笑って、鉄平を見合った。困った表情で、鉄平がうなずく。はよせな、お兄ちゃん怒ってるで。わかった。今行くから。先に戻っていく安坊に返事する忠彦の後ろで、かさりと髪の音がした。鉄平がズボンのポケットから茶色い封筒を出していた。ジムで使うような縦長のやつだ。半分に折られたそれを忠彦に差し出す。何回も相談しよう思たんやけど、あいつらいたらできんかい。手紙書いてきたんや。帰ったら一人で読んでな。あいつらには内緒やし、誰にも見せたらあかんで。念押しして封筒を忠彦に渡すと、鉄平は言った。はよ、ポケットに入れて。落としたらあかんで。はよ、来いや。講師の怒鳴り声が再び聞こえ、忠彦は鉄平にうなずきながら、封筒をズボンのポケット深く押し込んだ。外に出ると、白い日差しと草いきれに、一気に包み込まれた。ほうな、かくれんぼ再開や。1、2、3。浩二が意気揚々と数を数え始める。が、5まで数えたところで、忠彦は呼び止められた。おい、忠彦。俺が弱虫やないて、ここでかくれんぼしたんやて、ちゃんと知性に言えよ。わかったよ。忠彦は笑いをかみしめてそう返事をし、先に行く鉄平の背中を追いかけた。うっそうとした植え込みの陰にしゃがみ込んでいた忠彦は、ポケットの上から手紙に触れ、何が書かれているのか考えていた。まさか、知性のラブレターじゃないよね。ああ、今すぐ見たいな。でももし浩二たちに知られたら、鉄平に口聞いてもらえなくなるだろうし。頬をかやの葉にくすぐられながら考えていると、目の端に白いものがすっと移動した。思わずそっちに目を向ける。あのままどこに隠れたのか、鉄平の姿を見失っていた忠彦は、鉄平が自分を見つけて近づいてきたのだと思ったが、重なり合う緑が風に揺れるばかりで、そこには何もない。どこに隠れたんだろう。独り言してみたが、じゃあ今のは何？という疑問が湧き上がり、ふと三枚刃の禁忌を思い出す。かくれんぼなどして遊んではならない。
もし破ったらどうなるんだろう。火葬場まで覗いてしまったし、もしかしてお化けが出てくるとか。忠彦の想像が大きく膨らみ、さっきほんの一瞬見えた白いものが恐ろしいものへと変化していく。さわっと頬に何かが触れ、ひっと声を上げてしまった。かやの葉がさっきと同じくただ揺れているだけだったが、忠彦は我慢できずに立ち上がってしまった。あ、めーっけ。ほんの数メートル離れた場所から弾んだ声が聞こえた。ドヤ顔で立つ工事を見て、ほっと胸をなで下ろす。工事がこんなに頼もしく思えたのは初めてだ。背後には先に見つかった安坊がくっついている。だが、鉄平の姿は見当たらない。鉄平は？忠彦の質問に、まだ見つけてない、と浩二がいまいましそうに、口をへの字に曲げた。安坊を見ても、首をかしげるばかりだ。きっと浩二の命令で探したのだろうが、安坊でも見つけられない場所に隠れているようだ。もう降参したら？忠彦の提案に、浩二が首を横に振る。てっぺー、鬼が降参だって。それを無視して呼んでみた。ちょ、まだしてへんやろ。浩二が大慌てで止める。普通ならここで面白がって鉄平が出てくるはずだ。だがやはり姿を現さない。三人は顔を見合わせた。鉄平、浩二、もう降参するって。忠彦は大声で再度呼んでみた。どこを見渡しても草陰から鉄平の姿は出てこない。わかった。降参や。そやけ、出てこい。浩二も四方に呼びかけるが、結果は変わらず、忠彦の背筋に、ゾゾゾと何かが這い上がってきた。浩二も同じだったのだろう。安坊の手を引きながら、忠彦にしがみついてくる。ここでかくれんぼしたさけ、あの世へ隠されてもたんかな。のんきにあたりを見渡す安坊の頭を、そんなん迷信やと浩二がはたいた。きっと、いたずらしてるだけだよ。忠彦は自分に言い聞かせるつもりで、二人に笑いかけるも、頬が引きつり、笑顔にならなかった。てっぺー、もういいから、出てきてよ。叫ぶように三度呼んでみたが、夕方の風に揺れる草の波が見えるばかりで、てっぺーの姿は現れることはなかった。ともちゃん、ようお帰り。ほんま久しぶりやな。お姉ちゃん。玄関先で、現長野家家長、町子の姿を見た途端、智代はその胸で泣き崩れた。いややわ、ともちゃん。忠彦ちゃんら見てるやん。ちゃんとし。うん、わかってる。そやけど、ごめんね、お姉ちゃん。お母ちゃんのこと一人で見取らせてしまって。何言うてんの。仕方ないことや。さあ、はいお上がり。忠直さんも、遠路はるばるすまんことで、運転疲れたですやろ。はいお上がって、足伸ばしてください。忠彦ちゃんも、ちせちゃんも、はよはよ、上がってよう顔見せて。ほんま立派に大きゅうなって、
今度は町子が涙ぐみ、細くて白い指で目頭を押さえた。あの頃と全く変わらない人だな。忠彦は広い玄関土間に足を踏み入れながら、嬉しそうに妹に話しかける町子の後ろ姿を伺い、養子にと望むほど知性がお気に入りなのも変わってないなと苦笑を浮かべた。バタバタしてるよって掃除行き届いてないけど。町子に案内された客間は子供の頃に寝泊まりした和室だった。忠彦たちは一旦荷物を置いて座り込み、久しぶりの畳に足を伸ばす。ちょっと、ともちゃん。町子が母親を呼び、襖の外からひそひそと声が聞こえてくる。ごめんやで、ともちゃん。先にお母ちゃんに会わせてあげたかったんやけど、もう斎場へ安置されてるんよ。うん、うん、わかってる。後でゆっくり顔見せてもらうから。涙で震える友よの声もした。それからな、久保さんら、手代に。けど気にせんで。耳打ちしているのか、よく聞こえなくなったが、鉄平や工事の母親たちが、つや振る舞いの手伝いに来ているのだろう。田舎の五女は当たり前のことだが、忠彦は憂鬱になった。おい、早く着替えろよ。顔を上げると、父が喪服に着替え始めていた。少し離れた知世は、すでに夏服のセーラーに着替え、スマホをいじっている。忠彦も、自分の荷物からブレザーの制服一式を引っ張り出した。そういえば、ふと、鉄平の手紙を思い出す。結局あれは読むことができなかった。あのまま消えた鉄平の恐怖に開封することすらできなかったのだ。二つに折りたたんだあの茶色い封筒は、忠彦は制服に着替え終わると長押しを見上げた。喪服に着替えた母親が慌ただしく客間を出ていく。その後、知世と父親がついていくのを目の端で捉え、素早く腕を伸ばして長押しの隙間を探った。あの頃は椅子に乗ってでもしないと届かなかった手が、今は背伸びしただけで届く。壁と長押しの空間に折り入れた指に、カサッと乾いた紙用のものが触れた。それを指先に挟んで取り出す。蜘蛛の巣と埃にまみれ、より茶色に変色した二つ折りの封筒が目の前に現れた。お兄ちゃん、何やってんの？斎場に行くから早く来なさいってママが。突然知世が襖の陰から現れ、手紙を落としそうになるも、見つからずにブレザーのポケットにねじ込んだ。ほこり汚れが不快だったが、どうすることもできず、諦めて忠彦は玄関に向かった。通夜式が済み、忠彦は知世と共に斎場の中にある座敷で通夜振る舞いの席に着いた。両親は町子と共に明日の段取り等に忙しいのか、まだここには来ない。祖母の供養やお清めのための酒盛りは賑やかで、たくさんの座卓の間を白い割烹着の女性たちが忙しく動き回っていた。地域住人の女性たちだろうが、ざっと見渡しても鉄平の母親らしき人がおらず、忠彦は少しだけ緊張を解いた。盛大な式や参列した人数で、
長野家のこの地域での立場が伺われる。だが友美はかつて家を出た身だからなのか、その子忠彦たちのことを気にする者はおらず、誰にも声をかけられることはなかった。すごく立派なお通夜だったね。知世が目の前に置かれていた大皿のお寿司をつまむ。あの三枚刃とは違い、今の火葬場は式場が併設され、すべての設備が整っていた。きっと火葬場自体も近代化されたものに違いない。確かに。忠彦も寿司をつまんでうなずいた。割烹着を着用した友美がやってきて、二人の背後で膝をついた。それと同時に、瓶ビールやグラスを盆に乗せた鉄平の母と浩二たちの母が座敷に入ってきた。多少老けてはいたものの、確かに二人とも彼らの母親だ。忠彦のいる席まで来なかったが、きつい視線はビンビン感じる。あんたは堂々としていていいんだからね。ともみが忠彦の背中をそっと撫でる。うん。だが忠彦は鉄平の母を直視することができなかった。一旦祖母の家に帰宅した忠彦たちの通報で、すでに日の暮れた三枚刃には、桃川町六松地区駐在所の警官、消防団や住民の男たちが集合し、鉄平の捜索を開始していた。鉄平の母親、担任の高橋、ともみに、浩二たちの母親、藤田貴美子も捜索に加わっている。六地蔵のそばで、忠彦は浩二たちとベソを書いて待機していたが、鉄平が見つかったという報は聞こえてこない。今にも崩れそうな久保幹恵を連れ、ともみと貴美子が忠彦たちの元に戻ってきた。鉄平の行方、ほんまにここでわからんくなったん？目を晴らした久保幹恵が忠彦にすがりついてくる。恐る恐るうなずくと、なんでこんなとこへ来たんとつぶやいて浩二を振り返った。なんや幹恵さん、うちの浩二が悪い言うんか？貴美子がうなだれる浩二と安坊を自分の大きな尻で隠して鼻息を荒くする。三枚刃に来た経緯は、大人たちに事情を聞かれたときに、安坊がすべて白状していた。一旦いかんってなったんを、この子が行く言うたんやさけ、この子が悪いんやろが。貴美子があからさまに忠彦を指さす。ちょっと、貴美子さん。今度は、ともみが我が子をかばった。そこへ駐在の安本が近づいてくる。何揉めとんのや。今はそれどころやないで。消防団の団長も団員を数人連れ、安本のもとへと集まってきた。おお、団長、高橋先生見んかったか。高橋先生なら火葬場の方へ見に行ってくれましたわ。と、名札に村井と書かれた団員の一人が報告し、あんなとこへよう一人で見に行きますわ。怖ないんかいな。と苦笑し、団長に頭をはたかれた。アホか。なんで一緒について行ってやらんのや。そうやけど、怖いですやん。先生はよそから来た人やよって。三枚刃のことをよう知らんのやろ。安本がそう言うと、同時に高橋が小走りで戻ってきた。ああ、駐在さん、
ここにいましたか。久保くん、火葬場の方にもいませんでした。まさか、炉の中まで確認できてへんわな。かくれんぼしてた言うたよって。いえ、見ましたよ。炉の扉も開けて、ちゃんと確認しました。ひえ。村井が怯えた声を上げ、再び団長に頭をはたかれる。それを見て、高橋が小首をかしげながら。炉の周囲も、火葬場の周囲も、隅々まで捜索しましたけど。そこまで報告して、三木江に気づいたのか、口ごもった。母親の前では、酷な話だと思ったのだろう。だが、そんな高橋の気遣いも虚しく、三木江が悲痛な叫びを上げて、地面に倒れ込んだ。どこ行ったんよ、てっぺー。ともみがしゃがんで、三木江の肩に手をかけたが、それを大きく払いのけた。お前んとこのこのせいや。忠彦を指さし、睨みつける。大人の怒りと憎しみに狂った顔など、見たことのなかった忠彦の心臓は縮み上がった。みっちゃん、それはないやろ。この子は関係ないわ。いいや、お前のせいや。てっぺいを返せ。そうや、あんたのせいや。あんだけしょっちゅうてっちゃんにくっついてるくせに離れるからや。三木への憎しみが浩二たちに向かないためなのか、キミコも応戦する。久保さん、やめとき。この子らのせいやないで。おい、お前ら、この人旦那さんのとこへ連れてったって。団長が団員たちに合図を送り、中の二人が三木江を抱え起こして連れて行く。その背を見送った団長が、そやと背負った荷物から、鎖と大きな南京錠を取り出した。残っていた村井にそれを差し出す。何ですか？火葬場の扉につけてくるんや。もう誰も出入りできんように、厳重にな。え？俺、嫌や。はよ、いてこい。ああ、じゃあ私もついていきます。まだ捜索も続けたいですし。高橋が率先して団長から鎖と鍵を預かり先を行く。その後、三度頭をはたかれた村井がいやいやついていった。ほんまに情けないやっちゃで。なあ、安本藩。この際三枚刃全体にフェンス張って封鎖しようか。そうやな。そうやけど、てっぺいどこ行ったんやろか。こんだけ探しても見つからんて。鉄夫藩、出張でおらんときに。裏側に降りたんかもしれんな。こんな山でも結構深いで、迷ってんのやろ。かわいそうや思うけど、今夜はもう無理やな。もっと早う封鎖しといたらよかったな。管理人のわしの責任や。その言葉にうなずいた安本が忠彦を見た。そやさけ、君のせいちゃうよ。気にしたらあかんで。そう言うと、忠彦の頭を優しくポンポンと叩いた。当たり前です。この子は何も悪くありません。涙声のともみが我が子をきつく抱きしめた。だがかばわれればかばわれるほど、忠彦は自分が悪いのだと思った。あの時自分が行こうと言わなければ、こんなことにならなかったのに。忠彦は涙のあふれる目をぎゅっと閉じた。だから来たくなかったのよね。その声に閉じた目を開くと、千世が忠彦の顔を覗き込み、
今更こんな雰囲気味わうの嫌だったから、と、サーモンを一口で頬張った。ともみはすでにその場を離れ、割烹着を着用してビールや日本酒を弔問客に振る舞っている。もちろん三木枝氏とは距離をとっていた。俺も、そう。忘れてしまってた時間の方が多いけど、やっぱ心のどこかチクチクする時があったし、ここに来れば嫌が多でも思い出してしまうし。でもお母さんは、多分だけど、もし来なかったらお兄ちゃんが悪かったって認めてるみたいで嫌だったんだろうね。うん、そうかもな。あれから今日まで実家に二度と顔を出さなかった母親の気持ちを考えると罪悪感に苛まれる。やっぱ来たのは正解かも。あの視線を母さんだけに背負わせるのはいくらなんでも。お兄ちゃんのせいじゃないからね。優しい小姉に知性を見ると、知らんぷりしてサーモンを頬張るところだった。お前はいい妹だな。で、それ、いくつ空気？俺の分なくなるだろう。いいじゃん。お兄ちゃんはカッパでも食え。俺がキュウリ嫌いなの知ってんだろ？寿司で揉めている二人の傍らに、誰かが立った。こんばんは。その挨拶に二人は顔を上げ、同時に声を上げた。コウジ？あの頃と寸分たがわぬコウジが知世の隣に座した。いや、違うな。お前、安坊か？忠彦の問いに、成長した安坊が照れたようにうなずいた。浩二は？あたりを伺ったが、浩二らしき若者は見えない。なあ、兄ちゃん、来てへんよ。安坊が、ちらりと知性を見てから、実は兄ちゃん、引きこもりなんよ、と囁いた。なんで？あんなやんちゃ系だったのに。絶句する忠彦に、安坊が自重気味に微笑む。あの時、忠彦くんのことかばわんかったけど、本当は自分が悪いんやって、兄ちゃん一番わかってた。なんせ言い出しっぺやったかい。兄ちゃん超ビビリやったやん。あそこで消えた鉄平のこと、怖でたまらんかってん。そやけ、表へ出られんくなったんよ。安尾、そんなとこ行かんと、こっち来。怒鳴り声が、安坊の話を断ち切った。キミコが鬼の形相で、忠彦たちを睨んでいる。そこにいる弔問客全員の視線が集中した。そのせいで忠彦のことに気づいたのか、ほら、ともみさんの、いや、あの久保さんとこの、など、ひそひそ耳打ちし合いながら白い目を向けてくる。近畿が残っているような田舎町だから仕方がないのだろうが、視線は痛い。救いなのは、ともみの姿が今ここにないことだった。もしこの場にいたなら、あの時のような険悪なムードが漂い、祖母の通夜が台無しになりかねなかったので、忠彦はほっとした。ごめん、おかん呼んでるよって行くわ。忠彦くんもしんどかったと思うけど、あれから兄ちゃんも苦しんでるん、わかってほしかったんよ。憂いを瞳に宿して立ち上がった安坊を見上げ、
忠彦はうなずいた。安坊が母親のもとに行ってしまうと、知世が大きなため息をついた。私のせいだ。なぜ？知世関係ないじゃん。あの事件の後、ママとお兄ちゃん、おばあちゃん家に帰ってきたでしょ？ママがみんなにあらまし話してるの聞いてて、お兄ちゃんのせいになってることに頭にきてさ、見つからないように家抜け出して、あのクソガキんちまで行ったのよ。まだおばさんだけ帰ってなくて、で、安坊にあいつを呼び出させて、お兄ちゃんのせいにしてるけど、本当に悪いのはお前だから、三枚刃から鉄平が迎えに来るぞって、脅してやったのよ。あいつ、本当バカよね。自分で迷信だって言ってたんでしょ？しかも、超ビビリだし。鼻で笑ってはいるものの、目や口元にほんの少しだけ反省の色がうかがえた。だが黙って見つめていた忠彦に気づき、後悔はしてないよ。だって原因は本当にあいつだもん、と知世が笑った。ところで、お兄ちゃん、あれ何だったの？あれって？ほら、客間の長押しのあたり探ってたじゃない。ああ、別に何もないよ。何もない？嘘つけ。茶色い封筒をポケットに突っ込んでたでしょ？うわ、怖っ。お前、俺をどこまで見てんだよ。気持ち悪いこと言わないでよ。お兄ちゃんのことなんか見てないわ。で、一体何なの？忠彦は諦めて、ブレザーのポケットから半分に折った封筒を出した。これは、鉄平からの手紙。少しだけ湿り気を帯びて、埃っぽさは消えていたが、封筒にはまだ灰色の雲の糸がところどころへばりついていた。それを指でこすり取りながら折り目を広げる。受け取ってから今まで全く気づかなかったが、表面には鉛筆で、望月忠彦君へと書かれていた。鉄平の拙い文字に胸が詰まった。うわ、怖っ。どういうこと？覗き込んできた知世が顔を歪めた。あの日、読んでくれって鉄平に渡されたんだ。内緒の相談があるって言ってたんだけど。でも、あんなことになっただろ？怖くて読めなくてさ。と言って捨てるのもなんだか怖くてさ。だから、あの長押しの隙間に隠したんだ。ここに来るまですっかり忘れてたけど。今までよく残ってたね。で、内容は何だったの？まだ読んでないよ。そんな間なかったろう。忠彦は苦笑しながら。まあ。俺はお前のラブレターみたいなものじゃないかと思ってる。多分コージにバレたくなかったんだろうな。ライバルだと知れたら何されるかわかんないし。うわぁ、キモいわ。小学生が手紙で相談って。しかも行方不明の子からって、ますますキモ怖。まあまあ、そう言わずに、読んでやろうぜ。俺もこの際、けじめつけたいし。わかった。知世がうなずくのを見てから、忠彦は注意深く封を切り、中の手紙を出して広げた。紙は漢字ノートを破いたものだった。封筒よりも変色は免れていたが、ほこり臭いような、カビ臭いような匂いが立ち上っている。どれどれ？
忠彦君へ。ここに書いた話は絶対内緒にしてな。実は僕み。忠彦は全身の血が足元に落ちていくのを感じ、読み上げをやめた。やだこれ、どういうこと？横から覗いていた知世も声を詰まらせる。いや、わからん。え？これは、え？まさか。頭が混乱するも、忠彦は鉄平の文章から目を離すことができない。皆さん、すいません。ちょっと聞いてもらえますか？ここに久保鉄平くんの手紙があるんですけど。知世が立ち上がり、飲み食いしながら思い出話に花を咲かせている弔問客たちに向かって大声を上げた。おい、やめろよ。忠彦は妹を座らせようとセーラーの裾を引っ張る。だが知世は、その手を払った。まさか内緒だっていう約束守るつもり？これは黙ってちゃダメなやつだよ。ちゃんと大人の意見聞かないと。そう言うと、手紙を忠彦の手から奪い取り、皆に見えるよう掲げた。手や口を止めた人々が、いぶかしげに知世と忠彦を交互に見てくる。眉を潜める者もいれば、赤く染まった顔で、のんきに笑っている者もいた。でも。だってこのままじゃ、お兄ちゃんが悪者のままだもん。真実はわかんないけど、今ここにいる人だけでも、このこと教えなきゃ。でないと、おばあちゃんも浮かばれない。鉄平の手紙？突然男性の声がして、忠彦と知世は座敷の入り口に目を向けた。鉄平の父、久保哲夫が困惑の表情で敷居の前に立っている。あの頃よりも髪が白くなり、深いシワも刻まれていたが、忠彦には分かった。そこへようやく雑務から解放されたのか、忠直も姿を見せた。肩越しに、ともみの姿もある。忠彦君へ、ここに書いた話は、絶対内緒にしてな。今だとばかりに、知世が大きな声で読み上げ始めた。忠彦に、止める間はなかった。忠彦君へ、ここに書いた話は、絶対内緒にしてな。実は僕見てもたんや。お母ちゃんと高橋先生が裸で抱き合ってるとこ。ほら、この前遊んだ時、サッカーボール取りに戻ったことあったやろ。あの時に。高橋先生が僕に甘いんは、これが理由や思たよ。なあ、どうしたらええ。あの時、見つからんようにすぐ家から出たけど、僕が見たこと、お母ちゃん気ぃついてるみたいで、僕への態度が変なんや。お父ちゃんに、言うた方がええんかな。そやけどどう話したらええのか、わからんのよ。二人が喧嘩するとこ見たないし、黙っててお母ちゃんと先生が、このままなんも、絶対嫌やし。誰かに相談したいけど、この町の人には絶対できやん。あっという間に町中に噂広がってまうもん。でも、忠彦君やったら口堅いし、よその土地の子やし、ええやんな思て相談したんよ。なあ、僕どうしたらええ？お母ちゃんのこと、怖いんよ。まさか、お母ちゃんになんかされへんよな。
僕のお母ちゃんやもん。大丈夫よな。そやけど、ものすごう怖ーて。ほんま僕、どうしたらええんやろ。ただ彦くん、一緒に考えて。鉄平より。座敷中がしんと静まり返った。青い顔の鉄夫がつかつかと近づき、知世から手紙をひったくる。破かないでね、おじさん。警戒し先手を取る知世を無視し、食い入るように目を通している。ただ彦、知世、それは、一体。友よが夫にもたれながら、我が子たちに問う。そこへ。ちょっと、邪魔せんと、どいてくれんか？廊下から剣のある声がした。振り返った友美と忠直が何も言わず通り道を開けると、盆を持った三木江と君子が見えた。なんやの親族や言うて、ぼーっと突っ立ってんと、手とたらええのに。都会の人はええご身分やわ。三木江が二人に嫌味を言いながら、つかつか入ってくる。ほんま、ほんま。息子に事情あるからて、長いこと実家にも顔出さんと。親の死に目にも会えんと情けな。三木江さん何？危ないやん。同じように嫌味を吐いてついてきた君子が、急に立ち止まった三木江とぶつかりそうになり、声を荒げた。だが三木江は黙ったまま、忠彦たちの横に立ち、憤怒の表情で手紙を突きつける夫を見つめていた。三木江、これどういうことや？鉄夫が叫び、初めから手紙を読み上げた。三木江の手から盆が落ち、ガシャンと大きな音を立てた。とっくりが割れ、日本酒の香りが忠彦のもとにまで漂ってくる。どういうこと？三木江さん。わけもわからず震える君子が、自分の盆を落とさないよう、そばの座卓に置いた。どういうことか、うちが聞きたいわ。何それ、鉄夫さん。鉄平の手紙や。そんなん、あるわけないわ。あの子はこの子のせいで三枚刃って、行方不明のままなんやから。三木江の人差し指が、忠彦に突きつけられる。それに受けて立つように、知世が三木江に食ってかかった。これはあの日、お兄ちゃんが鉄平くんからもらったものよ。怖かったお兄ちゃんは、そのまま手紙をおばあちゃん家に隠してたのを、今日見つけたの。鉄夫さん、やすやすと騙されたらあかんで。全部こいつらの作り話や。自分の罪消そう思て、ご丁寧にそんな小道具まで作って、こましゃくれた妹までぐるやなんて。三木江！鉄夫が、血を吐くほど激しく、妻の名を呼ぶ。三木江の喉がヒュッとなって、一瞬呼吸が止まった。みっちゃん。親友だった頃の呼び名で、ともみが呼ぶと、三木江の目から大粒の涙がこぼれ落ち、その場に崩折れた。あの子、うちを汚いもん見る目つきで見てたから、鉄夫さんに、町のみんなにばらされる思たから。お前がやったんか。激しいおえつにかぶって鉄夫が聞くと、三木江が何度も、縦に横に首を振る。はっきりせえ！お前がやったんか！鉄夫の怒声に、三木江がゆっくり、深く、うなずく。鉄平は、実の母親に殺されていた。快晴の空の下、
祖母の葬儀は滞りなく進行し、火葬も骨上げも無事に済んだ。もちろん鉄平の両親は葬儀に参列しなかった。今頃警察と共に三枚場にいるだろう。知世と共にロビーのベンチでぼんやり座っていた忠彦の耳に、女性のすすり泣きと、もういいのよ、という、ともみの声が聞こえてきた。振り返ると、キミコがともみに頭を下げて謝っている。ともみの傍らに立つ忠直が、忠彦たちに気づいて近づいてきた。父さんたちは、まだ事務的な処理があるから、マシコさんと一緒にここに残ってるよ。だから、お前たちは先に戻ってなさい。わかった。今日中に帰るから、ちゃんと荷物まとめておくんだぞ。はーい。知世が立ち上がり、忠彦も腰を上げて玄関に向かった。自動ドアを出ると、むっとした夏の空気に包まれた。忠彦くん、知世ちゃん。広い駐車場の片隅で、安坊が手を振っている。おう。知世と顔を見合わせてから、忠彦も手を振った。安坊が小走りに近寄ってくると言った。今から三枚場へ行かへん？まだ警察いてる思うし、どうなったんか僕ら知る権利あるやん。当事者やもん。まあ、そうだけど。そうよ、お兄ちゃん。行こう。どうなったかちゃんと知った方がすっきりして帰れるじゃない。迷う忠彦の手を知世が引っ張る。そう、だな。鉄平のためにもそれがいいと考え、忠彦は三枚場に向けて歩き出した。山のふもとにはパトカーや警察関係車が数台駐車されていた。その脇を通り、参道の入り口に立つ。あの時と同じく、竹高い雑草がはびこっていたが、黄色い規制線が張られ、侵入路が見えるよう草が刈り取られていた。警戒しながら進んでいくと、六地蔵が見えてきた。三枚刃はあの時と同じままではなかった。周囲が高い金網で囲まれている。六地蔵だけは金網の外にあって、供花やお供えの痕跡があった。ドラム缶で鎖を渡していたあたりに、鍵のついた金網のドアがあったが、今は規制線が張られてはいるものの、鍵が外され全開になっている。せわしないたくさんの声が中から聞こえていたが、入り口周辺には誰もおらず、忠彦たちは見とがめられることなくテープをくぐり侵入できた。捜査に関係ないからなのか、隠れんぼした場所や廃墓地は雑草まみれだったが、入り口から火葬場の周囲まで入念な草刈りがされ、警官たちが作業している姿が広く見渡せた。忠彦たちは伸び放題に荒れた植え込みの陰に隠れて徐々に近づき、しゃがんで様子を伺った。二人の警官が立ち話をしている。一人の顔に、見覚えがあった。安本だ。あの頃より少し老けた安本の会話の端々が聞こえ、忠彦は耳を澄ませた。知世や安坊も息を潜める。鉄平の白骨化した遺体は火葬炉の中に隠されていたということが聞き取れた。首の骨が折れていたという。忠彦は、唇をかみしめ目を閉じた。あの時見えた白いものは自分たちをつけてきた鉄平の母だったのだと確信した。だが
いつもそばにいたてっぺ。ほんの少し目を離しただけなのに、草むらの中で背中を追いかけていたのに。なぜちゃんとそばにいてやらなかったのか。なぜもっとよく探さなかったのか。悪いのは三木枝だ。そう判明しても罪悪感が消えることはなかった。安本たちの会話は続いている。首絞めた言うて自供したらしいけど、実の母親が骨折れるまで首絞めるってな。浮気がバレんのよっぽど怖かったんやろ。もちろん高橋ゆうあの先生もグルやろな。遺体あんの知ってて何もない言うたんやから。そういや、あの日の捜索、率先して火葬場へ行ってたわ。消防団員でも怖がるとこ、炉の中まで確かめたい言うてな。生徒のため言うてもようやるわ思て、感心してたのに。あの時、皆でちゃんと確かめとったらな。今頃言うても遅いけど。高橋、今頃どこに赴任してんやろな。どこに寄ってもすぐ見つかる。逃げる前に逮捕されるわ。それにしても、三木江藩。よう今まで平気な顔で皆を騙しとったな。鉄平も、鉄尾藩も、ほんまかわいそうや。そやけどな、もっとかわいそうなんは、今まで罪なすりつけられてたあの子やで。ああ、ともみちゃんの息子な。それと、きみちゃんの上の子もや。それを聞いた安坊が、鼻をすり上げた。誰や？おえつを押さえながら、安坊が立ち上がる。忠彦も、知性と共に立ち上がって、安本に頭を下げた。安尾？それから、忠彦君と、妹さんか。お通夜で見かけたわ。当たり前やけど大きいなったな。安本が感慨深げに微笑んだ。何してんや君ら。こんなとこにいてたらあかんで。もう一人の警官がとがめたが、安本が声を潜めた。まあええやないか沢村藩。その代わり、他の警官に見つからんようにせな。仕方ないな。なあ、来た。早う隠れ。苦笑する沢村巡査が、急に顔色を変えて合図を送る。三人は慌てて植え込みの陰に隠れた。枝の隙間から覗くと、火葬場から出てくる三木枝が見えた。府警に連行され、草刈りの道を打ちひしがれたように歩き、金網のドアを出ていく。その姿が見えなくなるまで目で追いかけ、忠彦は無意識に立ち上がっていた。お兄ちゃん。知性がそっとブレザーの裾を引っ張る。ああ。再びしゃがみ込もうとしたが、火葬場の前に立っていた鉄尾に気づかれた。周囲を確認して小走りで駆けてくる。その姿に知性と安坊も戸惑いながら立ち上がった。会えてよかった。君らに謝らなあかん思ってたんよ。長いこと辛い思いさせてすまんかったな。あいつは自分の罪隠すためにわざと忠彦君を責めとった。智代さんにも嫌な思いさせたし、浩二君や君子さんにも辛い思いさせた。ほんまにすまんかった。後で浩二君にも
謝んに行くさけな。赤く晴らした目で忠彦と知世、そして安坊を見てそう言うと、火葬場にいる警官たちのもとに再び戻っていった。ねえ、鉄夫はんも、これからしんどいな。後ろ姿を見送る沢村巡査の言葉に安本がうなずき、そして忠彦を振り返る。君らも今日帰るんやろ。はよいかな、お父さんら待ってるんとちゃうか。来年。また来年、遊びにおいで。絶対やで。満面の笑みで、忠彦の肩をポンと叩き、ほなな、と、沢村巡査と共に、その場を離れていく。私も、浩二に謝らなくっちゃ。安坊、一緒についてきて。というわけで、お兄ちゃん、また少し遅くなるけど、パパとママにうまく言っておいて。ああ、わかった。なるべく早く戻ってこいよ。ふもとに降りると、パトカーが一台いなくなっていた。幹江を乗せて、すでに去ったようだ。広大な田んぼに囲まれた分かれ道で、知世と安坊が藤田家の方へ向かい、忠彦は、おばの家へと歩を進めた。まだまっすぐに立つ稲穂が、あの日見た三枚刃の草並みのように、夕刻の生ぬるい風になびいている。かくれんぼから、ようやく解放されたな、てっぺ。目をしばたかせ、夕焼けに染まる青空を見上げた。一本の雲を伸ばしながら、飛行機が飛んでいく。忠彦は、頭上を過ぎていく飛行機雲を追って、後ろを振り返った。あははははは。楽しそうな笑い声を上げ、折れた首を揺らして、鉄平が走ってきた。